ちは、くまみきです。いよいよね、この部屋とお別れする時が来ました。ほんと1年っていう短い時間だったんですけど、めっちゃお気に入りの部屋でした。この有孔ボードの壁とかさ、この糸掛け作るのもめっちゃ頑張ったし、この家に住んでる間に作った作品がね、こうやってどんどん増えていくのが嬉しかったです。この下のワゴンもね、IKEA のワゴンを改造して作りましたよ。だけどこれも今日でお別れです。もう実は引っ越し前日で、荷造りが全然追いついてなくて、どのぐらい撮影できるかわかんないんですけど、引っ越し前日のね、今日と、あと明日ですね、引っ越し当日の Vlog をね、思い出に回していこうかなと思います。よし、荷造り頑張るぞ。 You got a smile that makes the sun riseBut I can see that you don't realize And that's what made me fall in love Cause you've got style The way your body keeps my heart beat sound It's amazing all the time You are the only thing I need in life Oh, I want youしい。超頑張って作ったのに壊すのは一瞬なんだよ。でも過去一気に来たんでしょ、うん、すごい好きだった。この夢の押し入れ作業場ができたので、うんうんうん、満足です。でも実はもう完成した時に引っ越したい欲はあった。完成すると次来たくなっちゃうもんね。飽き性じゃん。飽き性やばいやばい。新居が心配です ねよし、解体しますか。よいしょ、さよなら。いや、よし、よいしょ、うまいことやって。あーうわーうわーいけー。こんなだったっけねーこんなだったよ。寂しいねー。このワゴンもめちゃくちゃ頑張ったな。本当壊すのは簡単だね。このワゴンは引っ越しても引っ越しても使えるんですけど、新居でも使えるかな、どうかな。はい、というわけで段ボールの山さよなら私のお部屋、ありがとうございました。やっぱミシンとかね、いろいろものづくりしてるとものがめちゃくちゃ多いんで、これを新居にまたうまいこと収められるか心配なんですけど、頑張ってね、整理整頓したいなと思います。よっしゃ、お昼ご飯だ。突然の雷雨でやばい大荒れです。引っ越し前最後のご飯は余り物尽くしです。業務スーパーの冷凍のお好み焼きとミニクロワッサン、冷蔵庫に余ってた人参とひじきとツナを煮たやつ、冷凍の枝豆、あとムーくんがコンビニでおにぎりとか買ってきてくれました。いただきます。すごい、うん、大丈夫かな。やばいね、すごい組み合わせですね。でもさ、いい感じじゃね。うん、最近ずっと納豆を食べたかった。うん、確かにスーパー行ってなかったから買ってなかったね。納豆不足だったのかもしれない。私も野菜不足でね、リバウンドした。外食続きだったから。ジャンキーなものしか食べてない。そう、うまうまいよね。納豆が多分体に足りてなかった。うん、おはようございます。引っ越し当日の朝です。やばいです。もう昨日あの後は黙々とひたすら荷造りをしてたんですけど、ギリギリ終えることができました。もうめっちゃセミも鳴いてて、夏の引っ越しって感じで大変そうですけど、頑張りたいと思います。行ってきます。あれ、疲れてるちょっと目が引っちゃってます。引っちゃってるね、はい、お疲れ様です。疲れた。あー、疲れたー、うん、というわけで全然動画撮ってなかったんですけどそれどころじゃない、それどころじゃなかったね、うんうん、無事に運び終わりました。お疲れ様でーす。お疲れー。はあ、ちょっとおやつ、おやつタイム。ふうくんがローソンでシュークリームと、あとこれはロールケーキ買ってきてくれました。ありがとうね疲れてんのにね近いから。うん。
どっち食べますか？今はこっちが食べたい。オッケー。スプーンもらった？もらってない。いや、あるじゃん。あ、ないのか。ないんだよ。どっかに、どっかにしまってあるんだ。じゃあこっちだよ。いや、終わったね。すごいよね、作業員さんたち。ダンボール3つぐらいさ、重ねて、ね、うわって思って。しかも割れ物。不安が勝つ。うん、すごかった。私1個でも結構ゼーゼーしてたんだけど、ね。いや、一日で終わるもんなんだね。終わってはないけど。終わってはない、こっからよ。いただきます。うん、うん、染みるでしょ、生クリームが。カスタードとホイップ2種類入ってるタイプ大好き。いや、とりあえずもう今日は、いや、あんまやりたくない。いいよね、ご飯とか。もう今日は外食でいいよね。うん、うん、お疲れ様でした、民家生活。皆様、あのミキさんに拍手を送ってあげてください。引っ越し準備してるこの 2,3 日の間にカナブンが家の中に5匹出たんですよ。どっから入んの、マジで。しかも結構のサイズ。結構大きい。どこにそんな隙間があったのと思って。おはようございます。新居2日目です。今日は朝からキッチンのね、ものをどんどんしまい込んで、だいたい落ち着いたって感じなんですけど、さっきね、またニトリと無印に行ってきました。この前購入品出したばっかなんですけど、もう一回取れるんじゃないかっていうぐらいね、いろいろ買うものがありました。で、ちょっと今ね、やりたいことがあって、これ IH の隙間汚れをガードするやつをこの前行った時見つけられなかったんだけど、今日行ったらあったので買いました。あとね、この前買ったこのカビ汚れ防止マスキングテープ、白を買ったんだけども全然足りなかったから、これ買い足して、プラスこのシリーズの違う色、グレーがあったので、このキッチンのパッキンのとこにも貼っとこうかなと思って買いました。ちょっともうそろそろね、外食とかお弁当とかじゃなくて、ちゃんと作ったご飯食べたいと思って、これを貼ったらね、ご飯作ろうかなと思います。なんかちょっとテープがテカテカピカピカなんかシャイニーな感じがして、若干目立つけど、まあいっか。はい、マステ貼りました。ちょっと気に食わない。なんだろう、ダサい、工事中みたいな感じになる。このシャイニーな感じがいけなかったのかな。しかもこの辺って別にそんなカビ生えなそうだから、防カビじゃなくていいよね。今度もうちょっとあのマットな普通のマスキングテープでやってみようかな。近くで見るとこんな感じなんですけど、なんかグレーで合わせてみたけど変に目立つよね。本当はここにもね、やろうと思ったんだけど、いいや、やめときます。次こっちやってみましょう。できるかな、なんか難しい、隙間がそんなにないのかな。うまくはまんないんですけど。やめた、うまくいかないんでやめて、さっきのマステ貼ります。というわけで、こんな感じで貼れました。角がね、ちょっとミュミュミュってなっちゃったんですけど、まあ野菜とかね、油とかクズが詰まるよりはいいでしょう。じゃあこれでね、この辺の汚れとかも対策できたので、新居初のお料理したいと思います。と、私 IH のコンロが初めてなんで、ちゃんと使えるかなっていうお試し料理みたいな感じです。何作ろうかちゃんと決めてないんですけど、まあやってみます。広い、なんか美味しそうに見えるね。ね、なんかね。明るいから、明るいからだよ。え、料理番組みたいなもんだね。てれてっ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 てれてって、キノコ、野菜炒め、野菜炒め、うん、適当野菜炒め。 IH 確か火の通り早いんだよね。そうなの。うん、お湯もすぐ確か沸くんだよ。へえ。生ゴミポイポイ、生ゴミポイポイ、ここにポイ、どこだっけ、何がどこにあるっけ。冷蔵庫買った時にね、なんかこういうボックスがついてて、使い切り野菜ボックスって言うけど、野菜を切って切ったとこラップしないでこのままここに入れていいんだって。便利だよね。普通なん、常識なん、今時大丈夫なのかな。こういうの入れれるってことでしょ、ま、そうそうそう、すごいね。大丈夫なのかな。やってみるしかないよね。入れてみた、マジで美味しそうに見える。やばいよね、全てが。なんか野菜じゃない、お野菜。上品になったんだ。上品になった。まずは電源をオンしてください。長押し、おー、おー、来た。で、これで鍋を置いて強火を押せばもう始まるんだよ。へー。来たね、来たね。え、使
使っていくとここがどんどん汚れてくるんだよね。 なんかさここに引くマットみたいなの売ってんだよ、焼くときに。そう、100均にもあったんだよ。そういうこと。でもちょっともうちょっと調べてから、うん、そうね。あのマジで IH 分かんなすぎるんで、こういうアイテムがあったら便利だよとかあったらコメントで教えてください、うん、で、あ、中火になったり弱火になったりここで調整したり、うん、でスタート押さないと始まるね。あ、まだだったんだ、うん、スタート。おーおーおー、ちゃんと熱い。早くない？早い。あ、ちょっと浮かすだけで鍋確認って言われる、うん、おー、80。マジで美味しそうに見えるんだけど。やばいね。 何で味付けしよう。何がどこ。鶏ガラあればなんとかなる。なんとかなる。鶏ガラと塩コショウ。またいろいろ出してなかった。すごいね。なんかキッチンスタジオ借りてるみたいな。まだ綺麗だから、ね、めっちゃ綺麗。なんもないから、うん、美味しそう。いい匂いしてきました。うん、醤油をちょっと垂らしてみて。ね、思った、うん、ちょい醤油。はい、美味しそう。初料理は適当野菜炒めでございます。うん、美味しそうだね。嬉しそう。嬉しいよ、めっちゃ嬉しい。さっきからニヤニヤしてるんです。よかったですね。新居初料理野菜炒め、いただきます。美味しい。うん、まあ、ほんとこの引っ越し期間がさ、準備とかいろいろの、うん、1、2週間ぐらい、うん、冷蔵庫の余り物パズルで何か食べるか、外食かお弁当かだとか、もう、そうね、不健康がやばくて、うん、でもさっきね、スーパーでお野菜もたくさん買い込んだので、今日から健康的な生活を送りたいと思います。ありがとうございます。